はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回ですね、プレイしていくのはディズニーマジックギャッスル2マイハッピーライフの続きをやっていきたいと思います。ですね、前回までにプーさんたちのいる100エーカーの森に遊びに来てですね、まあいろいろミッションをこなしてきたというところが前回までになるんですが、今回もその続きからプレイをしていきたいと思います。早速じゃあエピソードボードからエピソードを選ぼうと出てますので、エピソードボードを見てみましょう。前回ですね、この、下の画面の、上に出てる畑仕事を教えてもらおうというやつをプレイしてクリアしましたね。今回は、その下にある蜂蜜を集めようというエピソード2をやっていきたいと思います。内容、プーさんが自分のお腹を見つめているプーさんの話を聞いてみようということで、これをやっていきましょう。蜂蜜を集めようっていうことなんで、まあそのまま蜂蜜を多分集めるんだと思うんですけど、ピグレット、どうしたのプー、さっきからお腹を見つめて僕のお腹くんが何か言っているんだ。プーさんなら何て言ってるんだ。どうしても食べたいものがあるんだって。それは金色で甘くてベタベタしているものなんだ。これ蜂蜜ですね。オールは、ふむ、わしの鋭い推理とひらめきによると、それはズバリ鳥餅のことじゃな。鳥餅って黄色かったでしたっけ。以前わしが鳥餅に触ってしまった時はベタベタくっついた羽が抜けてしまったんじゃよと言ってますけど、まあおそらく鳥餅ではないですね。プーさんが言っていたのは蜂蜜のことなんだと。まあそうですよね、蜂蜜を探そうっていうミッションですし、蜂蜜をまあこれから多分探しに行くんだと思うんですけど。そしていいよ、これ初めて喋ったかな。蜂蜜を集めるのはミツバチですから、まずはミツバチを探せばいいんじゃないでしょうか。きっとその通りだね。なるほど、まずはミツバチを集める、探すっていうところから始めていくんですね。そして案の定、パワちゃんに、探してくれということですね。まあ、当然引き受けましょう。蜂蜜を採取しよう。あと3箇所ということなんですけど、どこに蜂蜜があるかだな。ここには蜂蜜ないですよね。これふわふわタンポポ。あ、ここなんか蜂蜜ありそうですね。お、蜂蜜を採取しましたよ。この調子で蜂蜜を集めていけばいいんですね。ここにも蜂蜜ありそうだな。蜜蜂が、いやー、ないかな、どうだろう。イエロー シトラスでしたね。ありませんでした。じゃあ他に蜂蜜がありそうなところ、ここは違うかな。大きな丸太、ここはティガーがいて、他蜂蜜がありそうなの、ここにはないよな。ふわふわタンポポですもんね。あ、ここにありましたね。よし、あと一箇所。これ上は登れるんだろうか。木の上に家があるっていうだけね。この辺とかにありそうじゃないですか。うん、プーさんが壺に隠してるかなと思ったんですけど、隠してませんでしたね。あ、なんかここに蜂蜜ありそうだな。登れないんだろうか。登れないんですね。遠くからティガーの後ろにあるでっかい池を見るとすごいいっぱい蜂蜜がありそうなんですけどね。ちょうど今見てる赤い風船のちょうど上、明らかにありそうなんですけど、これはヤシの実で種をまくことができる。まあせっかくなんで種まいていこうかな。そしたら
海風マンゴー。まあ、ちょっと脱線しちゃいますけど、撒いていきましょう、種を。海風マンゴーを植えて、あとハイビスカスも植えちゃいましょう。で、水をあげて、よし、これで OK。 ハチミツ探しの続きをやりましょう。ハチミツどこにあるんだろう。これは人参の種。いいよがここにいるけど、この辺りにはなさそうですよね。蜂蜜どこにあるんだ。ここティガーだよな。で、ここがフクロウで、あー、ここはもう採集したっけ。採集してますね。そうすると、あとどこだ、木のうろ。あー、ここだ。ありました、ありました。ここにありました。プーさんの家の目の前にある。これだったらプーさんも自分で見つけられそうな気もするんですけどね。よし、じゃあ集めたプー、蜂蜜をプーさんのところに持っていきましょう。プーさん、もしかして蜂蜜を持ってきてくれたの？君が来てくれて嬉しいよ。だって僕のお腹くんがもうダメだって言ってた ところだったんだ。ということで、集めた蜂蜜をこれ全部あげちゃったのかな。おっといけない。その前に大事な話があったんだと。プーさんが蜂蜜を食べること以上に優先して話をしてくれることって何でしょう。ラビットが君のことを呼んでいて、まあ、大した話じゃないですね。じゃあ早速ラビットのところにやってきて、無事蜂蜜を見つけてプーに届けてくれたようだな。お前さんに話したいのは畑のことなんだ。実はこの畑では野菜だけでなく、花の種をまけば花を育てて咲かせることもできる。野菜もいいが、花を育てるのも楽しいぞ。なんせ花は綺麗でいい香りがするからな。花が咲けば、蜜蜂たちも大喜びだ。種を手に入れたら早速まいてみるといいだろう。なるほど。じゃあ今度は、花を咲かせるっていうことも大事になってくるんですね。で、花を育てると蜂蜜が採集できますということみたいなので、花もね、咲かせていきたいと思います。はい、というわけで今回は、100エーカーの森のエピソード2、蜂蜜を集めようをプレイしてみました。ちょっとね、短いんですが、エピソードが一つクリアしましたので、今回はここまでにして、また次回、プレイをしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご覧いただいた方、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。